やえもんレディオ、はい、4月29日木曜日でございます。19時、はい、夜の7時半を回しました、はい、今週も始まりますやえもんレディオ、この番組は、ワールドチャンプルバンド八重山モンキーがお送りするゆるいラジオ番組です。メッセージはFM 那覇ホームページの方からどうぞ、メールでもお送りできますね。780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp からメッセージの方よろしくお願いいたします。はい、ということで今日の出演はエモンレディオから三振三レレギターやってます吉田と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、番組アシスタントマネージャーのアラモです。メンバーはね、あと2人いますね。はい。両作、両作、ボーカル、ギター、ヤッシー、あとドラムのヤッシーというメンバーがいますが、忙しいね。今日はあれですね、不在でございます。はい、忙しいですね、忙しいですね。忙しいですね。忙しいですね。あ、ごめんなさい、ツイキャスで、うん。ニューリリースがあるから忙しそうですよね。うん、そう、昨日 20… 昨日か。昨日、明かさたな。明かさたな。はい、今日コンビニ行ったんですよ。沖縄本島のね、はいはい、ファミリーマートさんの方に入ったら、うん、もう流れてましたね。うん、おー、はい、早っ。おー、ガンガンで。沖縄早っ。マジで。ね、流れてましたよ。はい。うちの公民館からまだ流れてなかったよ、公民館。ああ、公民館流れてなかったか。一応5時に公民館放送があるんだ。今度持っていこうかな、流してくださいって。ああ、そういうのは、そういうの流れるんだ。そう、5時ぐらいになったら、そう、うん、あの、この地域のね、うん、流れるよ。絶対流した方がいいよね。ねえ。北部はプロモーション任しとけみたいなね。回覧板みたいな感じだけど、ね、うん、今ね、ヨシトは石垣島で住んでますが、はい、とても田舎、はい、田舎暮らしになって今。田舎ですよ。春沢してますよ、うん、春沢。春沢して。いいですね。いいですね。この、ほんとね、最近このコロナ禍もあって、八重山モンキー全然会えてないですね。ほんとそうですね。ほんとそうですよ。会えてないですよ。ニアッシーとも会えてないし、この、うん、だから丸1年以上。ね。ライブの時ぐらいしかみんな会えてないし。そう、ライブもなかなかね、なんか十分できてませんからね。なかなか、うん、もちろん個人個人もそんなに、俺もそんなに両サインと会えてないし。うんうんうん。ほんとそうっすよね。なかなか。活動がままならないですが、はあ、本当ですよ、本当ですよ。ああ、うずうずはしてますけどね、うずうずは。ああ、うずうずしてるけどね。ねえ、はい、うずうずはしてますけど。ツイキャスありがとうございます。今日もいろいろメッセージ来てますね。ブブカさんが春さはてなんて来てるね。あ、そっか、ごめんなさい。畑をやってる人、畑をやってる人です、春さっていうのは。海んちゅ、海んちゅ、海んちゅが漁師さん、海人で、うん、漁師さんですけど、うん、春、畑人で春さんですね。そうですね。畑の人、畑の人というと。はい。来てますけど、ああ、皆さんありがとうございます。あ、もうなんか今日、ちょっとごめんなさい、今日、バタバタ、バタバタというか、もうギリギリになってしまって、全然、テーマも今、ね、決められずに、はい、うん、放送してます。フリーでいきましょう、フリーでいきましょう。そうなんですよ、フリーなんですよ。うん、ツイキャスの方見てますので、確かあれば、ツイキャスの方とかいただければ。4月29日、ね、ゴールデンウィークなんですよ。さあ、だね。もう、もう、もう、そう。全然実感ないですけどね。今年もだね、今年もだね、ゴールデンウィーク寂しい、なんかね。ないね。ないっすね。ねえ。うん、うん、うん。これが全世界的っていうのがすごいことだなっては思うけどね。まあね。ね、ほんとそうですよね。うん。いや、もう世界中の皆さんがね、うん、連休とかね、休みが、そんなに、うん、晴れない、晴れ、気持ちが全然晴れない。そうだね。休みなんだけどね。まあまあまあ。ヒーローが、現れんかな、ヒーローがね。うんうんうん、うん、うん。
救世主が現れんかね。ほんとね。うん、まあ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 、しょうがない。エンターテインメントがね、もうだから大打撃というか、全然楽しめるものがないですけど。うん、はい。ユーストは最近あれか、なんだ、ハルサーか。あ、聞きます？あ、聞きたい聞きたい。今日はあれだから。フリーだから、そう、フリーだから。覚えてる、あのもにあの工場がさ、あのサトウキビ工場があるでしょ、うん、石垣の。あるあるある。生徒工場。名倉の。そう。で、だいたいほら、年明けとともにまたどんどん忙しくなるでしょ。うん、うん、うんうんうん。だいたい4月ぐらいまでピークなんですよね。うんうんうん。5月頭。で、その時に、絞りかすっていうのが出るんですよ。あるあるある。うんうんうん。あれがすごい、すごい畑に良くて。そう、うんうん。で、搾りかすにもめちゃくちゃ、なんていうんですかね、栄養というか、いっぱいありまして、うん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 、最近では食材にも使ったりしてるらしいんですよ。食物繊維が、何倍つったかな、レタスとかあっち系の。だから粉にして、そのまま、ご飯、チャンプルーとかと一緒にやってる食堂もあるらしくて。で、なんかね、バガスっていうんだけど、このサトウキビカスを。そうだね。これを固めてさ、トレーにしたりとか、使い捨てのほら、紙皿みたいな。あとはね、ビギンさんも入ってましたけど、サトウキビジーンズとかさ。ああ、シュガー、はい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 。そのバガスを利用した繊維を、うん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 。そんなので、なんかずっと気になってたわけさ。はい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 。そしたらまた友達が、はい、もらうかーっつってからさ、おうおうおう、もらってからさ、もう、どれくらいかな、2トントラック分、1.5 トン、何トンとか、もらっても、デイジさんも、ちょっとした幼稚園の、なんちゅうの、砂場より多い量、あれをもらって最近、やっと畑に、あれして、で、ぼかしとかになるわけ、米ぬかを混ぜたらもっと発酵する。で、手突っ込んだら熱くなるわけさ。はい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 、はい、そう、微生物がいっぱいいるから。はいはいはい。めっちゃ本当に農業の話しかしてないね。いやいやいや、いや、いいんですよ。いや、そう、うちも実家農家なんですよ。おお。まあまあ、公務員だったら兼業で、そう、あれで、うん、ね、なんか持ってきてね、山のような本当ね。めっちゃ、もうめっちゃ、うん、あるし。カブトムシの幼虫とかいるじゃん。そうそうそう。あできるね、あれね、うん、中にできて。あれを子供の頃、そうそう、ほじくり返して遊んでたよ。あれを巻いとけば畑のちょっとあぜ道とかに巻いて雑草が入ってこなくなるわけ。うんうんうん、そうそう、だからめっちゃいい。来年も欲しいって言ってからお願いしてんだけど。うん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 、そう、そんな感じですよ。あと堆肥とかね、堆肥って言うけど。そうそうそう。まあまあね、牛のね、うん、糞だったりとかも。うん、野菜とかはいいから、ね、土に混ぜたりとかして、ね、そしたら元気よく育つみたいな、いいですね。いいですよ。パチって。俺、濃厚栽培、水耕栽培、水耕栽培もいいですね。そう、うん、水耕栽培をテレビでたまたま見て、うん、めちゃくちゃすごいなと思いながら、いつかやりたいなと思って。あれもね、調べたんですよ。うんうんうん、ポンプさえあればできます。ポンプと、ね、パイプがあるじゃん、パイプ、うん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 、あれ俺作れるけど、アラモニに作ってあげようか。作ってサイズを教えてくれたら。でもし家建てたら2階とかをこう水耕栽培のね、うん、いいね、やりたかったんだよ。メダカ入れたりしてね。そう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 、なんかね、俺がテレビで見たのはフナだったわけ、うん、フナを買って、うん、その、うん、糞とかがあるさ、この糞っていうか、この、はいはい、それはもう強いから糞とか、うん、もう育つんだけど、その水をこう回す、うん、循環させて、その水に栄養があるから、それで野菜が育つみたいな。めちゃくちゃいい。もう絶対もうレタスとか買わなくていいと思う。そうそうそう。よくなると思うし。そうそうそう。そういう、あ、いいなぁと思って。そういう、なんかそんなのやりたいなぁ。やりましょうよ。事務所でやりましょう。まず事務所でやりましょうよ。やろうかな。ね、やえもんベジタブルみたいな。ベジタブル。そう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 。で、アラモリーが物販コーナーと一緒にサラダ売ってた。いいね。環境に優しい。そうそうそう。いいね。環境に優しいバンドで。ね、いいね。またソーラーパネルなら、ソーラーパネルも今度買おうと思ってますからね。ああああ、すごい。そう、それで作ったレコーディングした CD を売るとかね。いいね。
そういうのやりたいですけどね。うんと。楽しい楽しい。うん。いいね。うん。うん。そう、いいな。うん。最近はそういうこと考えてます。はい。いや、やりたいやりたい。ね。うん、あれ、これどうやって見るんだった？ちょ。あの、メッセージ届いてまして、この全然何もあげてないのにメッセージいただいてありがとうございます。はい。アラモーさん、八重山モンキーの皆さん、全国のお猿ファンの皆さん、こんばんは。こんばんは。京都在住、ゆきえです。あ、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。今日は会えるのか、ないのか、あるのか、ないのか、あると信じてリクエストします。すいません、すいません、ありがとうございます。すごい、私、明日誕生日なんです。おめでとうございます。ヨシとハッピーダディ&マミー歌っ て、それで1年頑張れるからって。素晴らしい。やりますよ。うんうん、歌える。ゆきえさん歌えるね、歌えるね、うん、じゃあゆきえさん、明日お誕生日おめでとうございます。パパそしてママ二人に怒る、それはとってもとっても不思議な奇跡。あの日膝を抱えてたその手がいつか誰かと手を取り歩き出す、その先に待ってたぜゆきえさん。いやハッピーダディハッピーダディハッピーバースデイ、ハッピーマムハッピーマムハッピーバースデイ、明日はゆきえさんおめでとう。ゆきえさんおめでとう、いつもメールありがとう。おめでとうございます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 。4月30日、いいですね、お誕生日。はい。うんうんうん。いいですね、いいですね。はい。ゆきえさんおめでとうございますと、お、皆さん来てます。ツイキャスの方でも、国分寺のかとちゃんさん、ゆきえさんお誕生日おめでとうございます。あ、いいですね、いいですね。ミカポンさんもおめでとうございます。素晴らしいですね。いいですね、いいですね。あ、ありがとうございます。幸せって言ってますね。あ、よかった、ね。いいですね。いいですね。楽しい一年にしてくださいね。はい、ね、本当に。今年行けるかな、今年。もう京都、大阪、東京。ね。行きたいですね。行きたいずら、行きたいずらよ。もう、行きたいずら。行きたいとしか言えようがないんだけど。ね、行きて、はい、行きて、ね。会いたいな、また。行きたいな。行きて。大阪、こう、そう、令和、今何年？ 2019 年に行ったのか？ 20、そう、去年の、あれか、うんうん、去年、1月に今あったんだよな。うん、そう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 。はい、ちょっと前に、本当。そう、そうですね、そうですね。ヤッシーと、ヤッシーね。それが最後だな、ゲームは。なんか、1年経ったっていうのが信じられんな、なんか。そうなるわけよ。あんまり景色が変わってないから。変わってない、変わってない。なんかこう、わかる？毎年なんかね、わかるわかる。ルーティンがあったさ、なんかね。うんうん、なのにそれができてなくて、ただずっと家にいたって感じがするから。うん。なんかね、あんまりなんか寒い、暑いぐらいしか覚えてないんだよな。ね。抜けてるね、スコーンと。多分。スコーンとね。ある部分覚えてるんだけど、ある部分全く記憶がない感じになりそうな感じですよね。ねえ、不思議なんだよね。何やってたみたいになるよね、多分。そうそう。いよいよ、大人の絵日記書こうかね。いいんじゃない最近、もうおじいになって、カレンダーにメモするようになってるさ、もうめっちゃくちゃ。そしたらなんか覚えれるかな、みたいなね。沖縄のカレンダー面白いよね、そう考えたら。なんで？あの、旧暦も載ってるし、載ってる載ってる載ってる。満月、ね、新月、あと、今月植え時の野菜とか書いてある。ああ、書いてある書いてある。そう、書いてある。あと、くがに言葉とかさ、沖縄のことわざとかさ。あるある。あんなの面白いよね。新聞のやつとかね、載ってるね。うん、もう沖縄は旧暦ですからね。あれ、俺さ、全然気づかなかったけど、全然話変わるんだけどさ。はいはい。旧暦の1日と15日、うんうん、そうそうそう、どっちかが満月、15が満月か、15が満、いや新月になったりする時もあるけどな、あれは変わるってことか、なんかそんな気がするけど、満月か新月か、あれだから月に、そうそうそう、撮ってるってことでしょ、
そうそうっすね。大体ね、旧盆の祭りは、旧盆の最終日は絶対満月でしょ。そう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 。ね、うん、あれを知った時にすごいなと思ったんだよな。ねえ、あれ本当すごいよね。そう。だから昨日最近昨日一昨日ぐらい満月だったでしょ。そう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 。満月3月うまちかな、違うか。だよね。うん。そうそうそう。だから来年の今頃のこの旧暦でこの日は同じ月の軌道で上がるってことよね、多分ね。そういうことですよね。と思いながら覚えてたんだけど、この月が出てる場所、うん、こう、うん、夜7時ぐらいのやつを、うん、だから来年になったらまた同じ日にちであのぐらいに出てる満月が見れるんだよねっていうのを覚えてた、うん、意味わかる、意味わかる、来年のちょうど1年後には見れるのかなとか思いながら、はいはいはい、考えたらなんかすげえなって思うよねっていう、ね。だからさ、それに基づいて、そう、そのサイクルで昔の人は生きてて、うん、まあまあね、うん、特にほら、農業とかしてた、そうね、農業はね、農業はそうよね、うん、花、なんか、あるよね、方言とかでね、なんかが、そうそうそう、なんかが出たら種植えろとか、そうそうそう、そうなんかあるよね、うん、この前は浜、ウイの日があって、うんうん、あったね、うん、浜に降りて、降りて、ね、潮干狩りするっちゅう日があるけど、あれもめっちゃ引くもん、うんうん、あの時は。そう、あの時大潮、旧暦の3月3日？そうそうそう。ね。だからそういう風になってるんだな、そうそう、沖縄はもうだからそうやって全部行事があったりするからね。うん、だから毎年3月3日じゃないんだよね、だから。うんうん、ね、そうだね、ずれちゃうからね。そう、ずれて。でもその時の気候は変わらないね。変わらないからね。うん、ああと思ってすごい。カーチバイとかね、風が吹くとかね。ああね、あね、うん、あの面白い。面白いよね。ハーリが終わったらもうめっちゃ梅雨明けるとかね。ああ、やっぱピチムーンさんから来てる旧暦太陽暦の毎月15日はほぼ満月って。なるほどなるほど。で旧暦15日はもうほぼ満月。まあ多分ちょっと微妙に時間で違うと思うけど。はいはいはい。ハマウイ、確か女子の、なんていうんだろう、みそぎでしたか、言うしか。そうそうそう、女性がそこに、ねねね、女性が行く。行って、うん、行く。まあこれは今でもね、やるよね、沖縄は本当に。うんうんうん。行って。うん、あ、ピチムーンさんからアイディアもらいましたよ。旧暦の歌を八重門で作ったらいいさっていうの。いいね。旧暦の歌を八重門で歌う。おお、やりましょうか、ね。まあでも、こう輪廻転生ではないけど、こうあれだ、巡り巡って結局は回ってるってこと、うん、この月と、そうだね、そうそう、で1年ってことだよね、旧暦、うんうんうん、テーマが大きくて難しいね、浜上、ね、浜上じゃない、旧暦の何にとかだったらできそうだけどね、うんうんうん、そうそうそう、そうだね、運慶ウークイとかさ、なんかそういう時期だったらとか、うん、そういうトップあれが作れそうだけどね、うんうん、あ、ゆうしかさんから八重門で春沢ソングとかってきてるよ。春沢ソングすぐできるでしょ。あ、ユンタレスリングとかは春沢ソングになった、春沢ソングになるね、おうおうおう、ね、優しそう、はい、ね、おじいの、うん、おじいの君狩りの休憩とか、そうそうそう、ね、そういうイメージ、ね、歌ね、おうおう、あるよね、うん、うん、うーん、面白い面白い、はい、わー、いいね。あ、ブブカさんから東京のハイサイフェスタが9月にやるみたいなので押していきましょう、はい、押していきましょう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 、うん、ね、行きたいですね、川崎、行きたい行きたい、行きたい、うん、はい、ゆうしかさん、八重門の2枚目の CD も楽しみにしてますって来てますね、ありがとうございます、ありがとうございます。 CD ね、やりたいことはいっぱいあるけどね、うんうんうん、できない、できないなできないことがいっぱいあるな邪魔するな、あいつコロナってやつ邪魔するな、なあ、うん、ね、なんかなかね、うん、もう、まあ、なんだ、まあ、何曲か八重門の曲ができる瞬間を何曲か見てたけど、やっぱね、あ、沖縄はあれだね、あら落ちちゃった、うんうん、見えるよ今、あ、見える、あ、落ちちゃった、聞こえます、うん、はいはい、なんか集まらないとダメだ ね、そうだね、やっぱあってフェイストゥフェイスで
やり取りしないとなんか 話が進まんっちゅうかね。ああ、そうだね、うん、ありますね。リモートがちょっと向かないバンドですね、うんうん、向かんなせっかく作戦会議したのに次の日忘れてるからね。忘れてるからねあの盛り上がったリモートは何だったんだみたいな、何だったんだみたいになるからね。そうそうそう、なるからね。そうなんだよね、まあ、みんながみんなね、まだうん、いろいろあるからあってなんぼです ね本当に、うん、ね、本当によ、うん、まあまあまあゆっくりゆっくり、あの八重山モンキーは長く続けるがモットーですからね長いお付き合い、 おじいになるまでやるっていうのが、そうですね、そうですね、まあ、売れたらいいなぐらい喜んでくれたら嬉しいんですよ、お客さんが聞いて、うん、いや、喜んでくれたら、ね、それをね長くね、うん、車ね、車椅子に乗りながらライブするっていう、うん、そうそうそう、そんな感じでやりたいです ね行きたいね、あがや、うん、あがやあがやしながらねそう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 、めっちゃミルク無駄にも遅くなる、くるしみいよいよおじだったらおじだってくるちにおじいのグループが出てくるよ、ね、そう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 、どん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 遅くなる、そうそうそう、どんどん遅くしていく、カナヨもめっちゃバラードになるめっちゃあるよそうそう、キーもめっちゃ下がってさ結局 最終的になんか琉球民謡みたいなんじゃないか、そうだねそうだねそうだね、その時までにはもうマイクが高性能が出てるから出て、あ、大きく、ね、大きく出してくれるからきっとみゆさんから来てるね、売れたくはないんだねって来てるけど、それはちょっと違う、売れたくないわけではないんですよ、まあ、売れていただけるのはいいんですけど、うんうん、もうペースは守りたいっていう感じかな。そうそう、なんかね、わかるわかるわかる、うん、なんかね、うん、まあ、あのなかなかペースを上げられないので、いやいや聞いてる、そうですねあの事態がね、なかなか難しいのでなんかね、ミシュランとかは狙ってないけど、うん、今日食堂としては美味しいのを前に出したいですみたいな、全力は全力、ね、取れたら嬉しいよ、うん、うちの食堂でミシュラン取れたら嬉しいけど、うん、でもまあ常連さんに毎日、うんうん、来てくれた常連さんには美味しいご飯を常に出して、それをおじいになるまでやりたいって話なんですよ、うんうん、そうそうそう、美味しいって言ってもらいたいっていう感じですね、うん、はいはい、うん、そうですね、はい、うん、どうでした今の例えはどうでしたって分かってました。いやいやいや、いいと思います、うん、いいと思います、うんうん、はい、もちろんミシュランは取りたいよ、はい、取りたいけど、はいはい、みたいなね、いい音楽届けたいしね、そうそういうこと、うん、そういうことです、うん、はいはい、っていうのはありますけど、うんうん、まあまあその前にまあ活動ね、もう今がなかなか難しいですけど、どこも大変みたいですね、みんなね、本当技術者の人もみんな ね照明さんとかピエール、もう本当みんな頑張ってるよ、まあ、もうどうするかって、ね、本当にそうなんですけど、はい、もう祈るしかないですよね、本当にね、祈るしかないですね、うん、まあ、なんか早く笑いたいな、思い出してあの頃ねつって、うん、2020だろうみたいな、2021ね、っていう感じでみんなで笑いたい、ね、そう、笑いながら酒飲みながらライブしたいですな、うんうん、ねえ本当に本当に本当に昔のライブとか見るもん、めっちゃもう昔は本当だったね、俺も前見た見た、俺ツアーのやつ見た、あーわかる、俺も見た、俺も見た、あーはあみたいな、やったなと思いながら、あー本当本当そうそうそう、あんな感じなんで密だなとか思いながら思いながらめっちゃ多分めっちゃ唾飛んでる俺とか飛んでるなとか、もうお客さんよ、ね、なんか思うよ、お客さんのご飯とかにめっちゃ多分唾飛んでると思いながら、あライブしてて目の前がお客さんご飯食べてるみたいなあるあるある、ね、いっぱいあるからね、すんませんみたいなだね、本当に、はい、ということで、いやもうレディオゆるゆるとお伝えしましたが、うん、エンディングですね、もうそろそろね、はいはいはい、最後のですが、なんか告知、うん、告知ありますか？木山商店の赤サタナが出てます、木山の赤サタナミニアルバムですかね、はい、が昨日発売となっていますので、はい、はい、ぜひお買い求めください。私事ですが、実はうちの嫁も、はい、今日 CD がリリース、あ、すごいよね、 G 陽子と言いまして、サバイブというジャケットが奈良さんだよ、奈良義朝さんだよ、そうなんですよ、あれ書き下ろしでしょ、
そうそうそう、あ、あれなんか、うん、あれみたいで、あれ俺この前サイトで見たら7000万ぐらいなんですよ、あの普通の絵が。やばさよ奈良さんの絵を英語のなんかサイトで、いやもうルーブル美術館にも飾られてるでしょ。すごい、そう、世界だよ、世界、世界の奈良さんだよ今。やばいっすよね、すごいなと思って。ぜひぜひ、まあで音楽もすごかった、いいしね、本当に。もう伝えときますね。いやいやいや、もう大好き、うん、ね、あ、そう、ライブは僕が ドラムでサポートします。僕ドラマーその時は。はい、はい、ということで自由子もうよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、今週のエイモンレディオ、ヨシトとアラモーでお送りしました、また来週もこうゆるりとお付き合いいただければと思います。はい、ではヤイモンレディオ、また来週、また来週。ありがとうございました。